俺はな、おめえみてえなガキが食っていいもんじゃねえんだよ。お父さんとお母さん、こんな極つぶし捨てられたに決まってる。このご時世だ、ガキ一人とはいえ食わせていくのは簡単なことじゃねえ。母さんは私を捨てたの？まさか。あなたはこの海の生まれですね。なら、この海にまつわるお話を聞かせましょうか。伝説によれば、衛星の海の主、人魚族は代々由緒正しい血筋の姫によって率いられ、その姫は金色の瞳と強大な妖力、そして生まれながらに海を御する力を持っていたと伝えられています。ですが、もう一人の姫には全く異なる宿命が待っていたのです。彼女がその力に近づこうとするたびに、周りの者は万物には定められた宿命があるのです。この海を守るのは霊の役目、あなたの役目ではありません。ご自分の立場をおわきまえください。継承者として生まれた霊姫様でなければ、この衛星の海を守れないのです。やめなさい、セン。努力では変えられぬものもあるのです。海の流れに逆らえないように、血の定めには抗えぬもの。無駄な努力はおやめなさい。それで、セン姫は諦めたの？彼女は諦めることなく歌を歌い続けました。そして荒れ狂う波を御し、ようやく母に自分の歌を聴かせられると思ったその時、それは災厄によって叶わぬ夢となってしまった。霊姫もその災厄で行方知れずとなり、女王を失った衛星の海は氷に閉ざされてしまいました。継承者として生まれた霊姫様でなければ、この衛星の海を守れないのです。ご自分の立場をおわきまえください。千万物には定められた宿命があるのです。やめなさい、セン。海の流れに逆らえないように、血の定めには抗えないように、無駄な努力はおやめなさい。血の定め、それを破ることこそ私の宿命なのかもしれない。
は死んじゃったの？いいえ、彼女は自分の道を選んだだけ。どうして女王様は聖姫を嫌うの？我が子を嫌う母親なんていませんよ。やっと見つけた。どこに行ってたの？お母さん。今度やったら魚の餌にするからね。おい、氷が溶けていくぞ。よかった、これでしのげるぞ。よかった。誰しも定められた宿命があります。霊はこの海を守る宿命を背負って生まれたけれど、あなたは違う。セン、あなたはあなたの幸せのために生きてよいのです。